学歴コンプレックスってあれでしょ、なんか俺の認識だと、だって早稲田、じゃあ何なんだろう、学歴コンプって何、エフランに行ってるやつが、あいつらで全然すごくねえよな、みたいなことを言うってこと？でもお前マーチ嫌いだ、俺マーチ嫌いじゃねえ。ジョーチが嫌いなんだ俺。なんでかって言うと、ジョーチ行ってる女にクラブで出会って、俺が口説いてたら、あんたは、あなたの学歴は何なの？みたいな。そういう女多すぎた。いやいや、てめえこの野郎、お前さ、やたらてめえジョーチがあだこうだって言って、銀行に勤めるだあだこうだ言ってるけど、てめえこの野郎、総計ジョーチって総計に並んでると思ってんじゃねえぞ、この野郎つって。あの女今でもほんと八つ裂きにしたいわ。私、4月から三井住友銀行に勤めるんですけど、あなたの職業は何ですか？俺ニコ生チャンピオンだよ。俺ニコ生やってるよつった、その日。俺ね、29歳でね、ニコ生やってるつって。三井住友って、しょぼくね？俺ニコ生やってるけどつって。バカにしてやった。言った。で、ビップルーム取ってたから、その席離れるときちゃんと1万円置いてってね、この席20万だから、ちゃんと1万取ったわけですから。お前、俺を楽しませることができなかったんだから、三井住友銀行に就職するぐらいの器量がありながら話がつまんなくて、お前がただで酒飲んでな、そってな、あれ、俺を楽しませられなかったんだ、ちゃんとこの諸話代払ってってね、つって。俺なんでかというと、ニコ生やってるからお金ないから、つって。勝った、俺の勝ち。俺嫌がらせするからね、本当に、そういう。じゃあ、その時、男6人ぐらいで行ってて、なんか違うんだって、その、夜遊びするのって、俺が一番年下だから、嫌われ役を演じなきゃいけないの。例えば、なんかね、先輩が、この女気に入んねんな、みたいな時は、俺が追い出さなきゃいけないのね。みんな踊ってきたよ、みたいな。俺、汚れ役じゃなきゃいけないの。もうそれがマジで辛くて。でも先輩に生意気なこと言った女は、俺が率先して悪口言って、へこまして帰らせなきゃいけないのね。その役目を、俺ももう31になったから、もうそういう役目は、もこにはするわ、じゃあ、あいつで。今度あいつとキャバクラかなんか行って、俺の気分を害した女をディスらせるわ。ピエロ役。そんないい女だったらめっちゃ可愛かったよ。悔しくてさ、可愛くてさ、なんていうの、そんないいとこに就職してさ、本当に可愛かったんだよ。お高く泊まってやがってさ、私基本外人にしか興味ねえから、みたいな。言われたわ。あ、そうだね、お前フィリピン人みたいな顔してるもんな、って言った俺。俺キャバクラとか行った時も言うもん。みんなで。よっちゃんと俺と、天狗ちゃんで行った時にナンバーワンの女の子がついてきて、そしてなんかたまにそういう空気ない、失礼なこと言いまくっちゃうみたいな、で俺たち男で笑ってるみたいなさ、天狗ちゃんがさ、俺のねナンバーワンだけど韓国人みたいな顔しててつって、そっからもう悪ノリの応酬でしょ、悪ノリの酔っ払うと出ちゃうんだよな、本当にちょっと失礼なこと言って後ですげえ後悔するみたいな、すげえ空気悪くなんだ。デリカシーがないから、布団ちゃんもさ、7年ぶりに会った友達に、女の子の友達に、あれ太ったねみたいな感じでさ、すげえ失礼じゃない？7年ぶりに会って、独身の女の子に、あすげえ太ったねつって二の腕触るとかできねえじゃん。俺さすがに怒ったわ。おめえそれ言っちゃダメだぞつって。酒の席でもねえんだよ。お前そんなこと言ったら怒られるぞって。あれすげえ傷ついてたわ、女の子。歯が黄色いねって言いますよ、その。あれだねってタバコ吸ってる？歯が黄色いねって言われたらさ、めちゃめちゃ女の子ジョークじゃん。おい、それ言おう、いつか。それ俺いつか放送中に言うわ。あれ？なんかあれ、歯になんかついてますよ。あ、歯が黄色いだけか、つって。それ、いつか言うわ。歯が黄色いね、ちょっと嫌だよね。男だったら別にいいけどさ、女の子に言っちゃダメだよなぁ。